シネマタウン港南は、岡山県岡山市南区の港南地区にある商業施設である。岡山県全域に店舗展開する総合スーパーの天満屋ストアが、同社の経営するハッピータウン港南店別館として2006年7月15日に、同店の南側にオープンした。2階に、各施設となる、シネマコンプレックスの東方シネマズ港南。1階は、若者を対象にした。 医療品店や飲食店など19の店舗と、岡山市南区役所、シネマタウン、港南市民サービスコーナーが入居している。当館は、岡山市内発、岡山県で2番目にできた本格的な、シネマコンプレックス。10のスクリーンに総座席数1681を備え、最も大きいスクリーンには433席、サイズが6.014.5メートルである。 全スクリーンが音響設備に SRD、SRDEX、DTS を備え、デジタルサウンド対応のサンプス認定である。また、全席が新幹線のグリーン車と同じ仕様のシートになっており、ゆったりとした座席間隔になっている。全景 ABCD、シネマタウンコーナーオープンのお知らせ、天馬屋ストア、 https://www.tenmaya-store.co.jp:/campagne:/ir:/2006/nr06062pdf2017 ス年3月16日へ閲覧。天馬やハッピータウン港南天に、シネマタウン新設。岡山県岡山市。大半特報、A。ab。 シネマタウン江南7月15日オープン、岡山県岡山市。大半特報。AB、メジアマチオに MX4D システムを東方シネマズ株式会社7劇場に年内導入、ソニービジネスソリューション。 http://www.sonybsc.com スラッシュ sbsc スラッシュプレススラッシュ2015スラッシュ 201511a2 html2017 年3月16日閲覧ありがとうございます。